祭壇の前のピッフェラーリピッフェラーリはクリスマスの時期にローマにやってきて聖母マリア像の前で演奏したカンパーニャロマーナ出身の羊飼いたちのことピッフェラーリとして羊飼いたちは降臨節にローマに出てきて街角の聖母マリア像の前でピッフェロとザンポーニャバックパイプの一種と単調な歌を演奏したその歌並びに形式は時代が古い おのおのの歌の後に、アダージョが続き、ピッフェロが噛んだかい音を発したところでそれは終わる。ピッフェラーリたちは一般に、襟付きコートにとんがり、帽子をつけた老人で、残包に青っけ持ち、ピッフェロを吹く男の子を連れていた。共にサンダルを履いていて、ローマでも絵画的な姿だった。ローマの人々の生活に欠かせなかったピッフェラーリは、しばしば絵に描かれた。 作曲家、エクトル・ベルリウォーズは、古代の羊飼いたちの音楽に刺激を受け、聖母のためのひなびた、セレナードを作曲した。メイヤーズ・コンバーセシャンス・レクシカン、4、ウフル、1885から1892、ヒアビリティ、13、ありがとうございます。